アイテム番号 SCP-215JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-215JP は複数の要素によって構成されるため、これを1セットとして 1.0m、2.0m、0.5m の絶縁体ケースに収納され、サイト81の中脅威非自立行動タイプオブジェクト保管室にて保管します。 SCP-215JP はインターネット通販にて現在も販売されている可能性があるため、情報部門はこれをすべて回収してください。現在SCP-215JP を用いた実験はいかなる場合にも禁止されています。説明。 SCP-215JP は家庭向けイルミネーションセットの形をしており、複数の構成要素からなります。その異常性によって不可解な行方不明事件を多発させたため財団による調査対象となり、オブジェクト発見に至りました。 SCP-215JP を販売していた業者は SCP-215JP とよく類似した通常のイルミネーションセットを販売しており、何者かが意図的に SCP-215JP を混入させた疑いがあります。 SCP-215JP の異常性は夜間のみ発現します。一般のイルミネーションと同じく家屋に設置された SCP-215JP は約3日ほど不活性状態のままですが、その時期を過ぎると徐々に何らかの成長を開始します。オブジェクトの構成要素 SCP-215JP1 にして、たちは形状に関わらず肥大化し、その限界が来ると家屋本体あるいはその内部へと侵入を始めます。また、その間に SCP-215JP1 は分裂、心臓を繰り返していくため、イルミネーションは日に日に過敏になり、消費電力量は増大します1。しかし設置過程の人間は何らかのミーム汚染によってそれを認識できない状態に陥るようです。SCP-215JP の光に一定時間以上さらされた者にはこのミーム汚染が発生するようです。だいたい10日から14日で SCP-215JP は成長の限界点を迎え、その頃には家の内外を問わず SCP-215JP が網羅するようになっています。限界を迎えた SCP-215JP は寄生している家屋をさらに幾重にも被覆し、数秒間にわたって全体が最大輝度で発光、その後自発的に無力化します。この現象は夜間、内部に人間が存在している場合のみ発生します。これまで確認された全ての例において、内部にいた人間はあらゆる手段で観測できなくなり、消失します。また、消失現象後の家屋からロープ状の SCP-215JP1 の一部が棺桶に類似した人型の空洞を持った状態で発見され、SCP-215JP が消失現象時に室内の人間を拘束することが判明しています。これまで確認されている SCP-215JP1 の例。名称、ストレートライト。1000から2009の発光ダイオード電球が並べられたロープ型の電飾。色、長さには様々な種類が存在する模様。最も成長による変化が著しい。全長、削除済み。直径、削除済み。にまで成長した個体も存在。触手のように這い回ることで硬く内部への侵入などを行うことが可能。名称、カーテンライト。形状、窓やベランダから吊り下げることで壁面を飾る。同情。説明、ストレートライトほど自由には行動できず、吊る植物のように回転しながら成長し壁面を埋め尽くす。成長も著しい。名称、モチーフライト、サンタ。形状、デフォルメされたサンタクロースの姿を模したプラスチック製のランプ。
説明、成長で巨大化するなどの肥大化は確認されていないが、個体数が著しく増加する。重量が最も重く、活動的に動き回るため窓ガラスなどを破壊して内部侵入を行う場合もある。名称、モチーフライト、トナカイ。形状、デフォルメされたトナカイの姿を模したプラスチック製のランプ。説明、銅杖。特徴として本物同様のコードを持つ核を有し、これを用いて目撃者を削除済み。名称、モチーフライト、乗り物。形状、ソリや自転車などを模したプラスチック製のランプ。説明、銅杖。成長すると時速、削除済み。で移動する個体も存在。SCP-215JP に関する実験記録、実験記録215、日付20、年、月、日。対象、一般的な戸建て住宅。SCP-215JP、B クラス職員2名。実施方法、エリア、8102。野外実験場に建設された住宅。各種観測装置を内蔵。に SCP-215JP を寄生させ。その内部に B クラス職員1名を軟禁。またもう1名を迎えにテントを敷設して生活させ。SCP-215JP の成長減少及び消失減少を記録します。結果、実験開始から5日後までに D クラス職員2名のミーム汚染を確認。10日後に成長が限界点を迎え、消失減少が発生し、B クラス職員1名が消失しました。消失時に観測装置のほとんどが観測不能となった上、室内から微量の放射線が検知されましたが、詳細は不明です。消失減少後の室内を探索した結果、人間の体を覆うような形状のまま固定された SCP-215JP-1 が発見されました。就寝中の D クラス職員を物理的に拘束していたものと思われます。分析。B クラス職員のうち1名は家の中に入れず、向かいのテントで生活させていた。にもかかわらずミーム汚染を受けたということは、おそらく汚染の拡大条件は別個に存在するものと思われる。消失現象については今後も実験を継続していく。博士。実験記録215、に、日付20、年、月、日。対象。300平米程度の2階建て住宅。SCP-215JP-B クラス職員15名。実施方法、エリア、8102。野外実験場に建設された住宅。各種観測装置を内蔵。に SCP-215JP を寄生させ。その内部に観測機器と護身用の武装を携帯した合計15名の D クラス職員を軟禁。SCP-215JP の成長減少及び消失減少を記録します。また、参加する D クラス職員も初日から住宅で過ごすグループ。5名、とミーム汚染を避けるべく消失減少直前に住宅に侵入するグループ。10名、の2グループに分け、情報収集の完了後、可能であれば脱出を試みさせます。結果、初日グループのミーム汚染は3日目に確認。直前グループは突入時に SCP-215JP-1 の妨害により4名の死者を出し、内部侵入後も5名の死者を出しました。その後消失現象の兆候が見られたため、脱出を試みたところ、SCP-215JP-1 軍はこれまで危害を加えていなかった初日グループを含む D クラス職員たちを攻撃及び拘束。遠隔操作兵器による支援攻撃も効果は薄く、全員が脱出に失敗しました。その後消失現象が発生し、D クラス職員6名が消失に巻き込まれました。分析多数の重症者を出した前回前々回の実験を踏まえて参加人数を限界まで増やしたが、脱出には失敗した。家屋を破壊しない限り、
SCP-215-JP は何としても内部の人間を生きたままどこかへ連れて行こうとするようだ。博士。ほい。実験215-2。終了から3日後。実験に使用した2階建て住宅の解体作業中に突如として実験215-2に参加していた D クラス職員の遺体が出現しました。遺体は焼失現象前にはすでに死亡していたとみられ、遺体の服には日本語で書かれたメッセージが書かれていました。ナスエツヨセオシナリョーフ。現在遺体の所持していた観測機器のデータ解析が進められています。